化してもチャンネルです。今回はですね、ゲームでジェリーを完全再現していきたいと思います。まあ、ジェリーといえばですね、無印のアニメ妖怪ウォッチに出てきた、めちゃやばいサイコパス野郎って感じなんだよね。まあ、ケータの隣にやってきた、トモニャンと一緒にやってきたやつで、もう小太りでさ、もうなんか結構ね、強引にメダルを奪うやつなんですよね。しかも普段ね、妖怪ウォッチつけてんだけど、妖怪サーチずーっとしとるしさ、なんかこういうさ、袋の中に妖怪メダル詰め込んどるわけなんですよ。で、しかも妖怪メダルを普通にね、入れるわけじゃなくて、逆向きにして妖怪を召喚するっていうね、めちゃやばいやつ。そうじゃないよーいうのを楽しむやばいやつなんですよね。ちなみにさ、聞いてくれへんこれ。なんかさ、近所のモールに行ったらさ、なんか普通に出店みたいなのやってて、これ何、いちご大福とかさ、なんかこう和菓子売ってるわけ。これでさ、もう欲しい思うて、もうなんか欲しい思うて普通に買ってたらさ、いちご大福1個、おまけでいいですよ、みたいな言われたわけ。そんなんもらうやみたいな。いちご大福さ、1個しか買ってないんだけど、おまけでもう1個もらったわけ、これさ。いちご大福1個おまけ、そんなことあんのみたいな。もうどんどん太ってまうやみたいな。このままやと、ジェリーになってまう。まあ、それはいいんだけれども、そのやばいジェリーを再現するにはどうしたらいいかということですよね。まずですね、こちら、妖怪ウォッチ2起動しておりますけれども、妖怪ウォッチ2、そして妖怪ウォッチ3で再現していこうと思います。ジェリーってさ、基本的にゲームに出てこないわけなんだよね。どういうことなみたいな。アニメだけみたいな。まあ、やっぱりね、強烈なキャラクターだから、そう、ゲームはできんなのかもしれない。でね、やり方なんだけども、この妖怪ウォッチ2とかって、召喚アプリがあるわけなんですよね。それね、ちょっとね、やっていこうかなと。召喚アプリで、メダルを逆にして、挿入して、そうじゃないよー、イレジーっていうのを体験していこうかなと思っております。妖怪ウォッチ2のこの召喚アプリ、起動いたしまして、初代の妖怪ウォッチと、あと妖怪ウォッチ0式2つあるわけなんですよね。どれにする？せっかくだからレジェンドとかの方がいい？こんな感じでなんか、ガシャンガシャンガシャンってどんどん変わっていくわけよ。とりあえず、武士にゃんで、そうじゃないよ、やってみましょう。これね、メダルを逆向きにする方法、皆さんご存知でしょうか？普通考えるのはさ、なんかこの辺、このメダルの前ら辺ぐるぐるすんのかなみたいな思うやんか。こうしたらいいのかなとかね、いろいろ考えると思うんだけど、これ実はですね、メダルをワンタッチするだけで、逆向きになります。これなんかびっくりだよね。知らんかったらどうやったらいいって感じだけど、それでは参りましょう。そうじゃないよ音声聞いていくよん。そうじゃないよ、そうじゃないよ、イエーイ、そうじゃないよ。メダルの向きが逆だぞ、メダルをタッチして正しい向きにしようみたいな。逆だぞみたいな。すごいね。もういっちゃおう。あ、普通にいっちゃった。これが普通。オーマイガー、そうじゃないよ、じゃないよ。レジェンド妖怪でござる。まあ、こういう風に遊ぶことができるわけよね。ゼロ式も言っときましょうか、ほんならば。一攫三参りましょう。妖怪ウォッチゼロ式ね。タッチして反対向きに。いきます、そうじゃないよ。そうではございません。イエーイ、そうではございません。多分こんな感じでジェリーは遊んでたんかなと思うわけよね。なんかジェリーは基本的に初代のウォッチしか持ってなかったからあれなんだけど、もしジェリーがゼロ式を持っていたらこんな風に遊ぶだろうなと、そんな感じでございます。そうではございません。ふぅー。ちなみに正しくはこのような感じでございます。召喚の構え、ポカポカ召喚であります。一曲一曲、めちゃイケボやな。まあ、こんな感じで妖怪ウォッチ2では遊ぶことができます。続いて妖怪ウォッチ3いきましょうか。こちら妖怪ウォッチ3すき焼きぶっこみたいと思います。これさ、なんか妖怪ウォッチのやつってめちゃくちゃ親切でさ、見えるかな、このゲームのソフトのところさ、名前書くところがあるんだよね。こうやってピント合ってるかな、こんな感じで名前ちゃんとね書くところがあるんだよね。ただこれに名前書いてる人0人説あるよね。
これみんな名前書かれんよね。まあ、友達と遊ぶとき紛らしくないように書いてる人も中にはあるかもしれないですけどね。妖怪ウォッチ1とか妖怪ウォッチ4ではなんかあれ召喚のアプリないんだよね。ウキウキペディアだとかなんか妖怪大辞典はあるんだけど召喚はねできないんだよな。どないしょ、もう稲穂ちゃんから参りましょうか。稲穂ちゃんのところで妖怪の召喚で、基本的に稲穂ちゃんは妖怪ウォッチ U2 とあと妖怪ウォッチドリーム2種類ね使うことができるわけでございます。誰でもいいんだけど日野神行ってみる。日野神のメダルてか、ジェリーって日野神のメダルゲットしてないよね。多分ね、日野神だろうとお構いなしで行くんかなと思いますけど。では行きたいと思います。妖怪ウォッチ U2 で、日野神の、そうじゃないよ、参りましょう。渋い。そうじゃないよ。そうじゃないよ。4回メダルの向きが逆だーみたいな。さっきはさ、逆だぞみたいな。逆だぞみたいな感じだけど。これはちゃんと逆だ。メダルをタッチして正しい向きにしようみたいなね。セリフも微妙に違うわけよね。そして日野神召喚するとどんな感じなん。ヒノシン、なんかさ、薄っ、いい感じでよろしく。やっぱ召喚ソングがさ、時計によって全然違いますやろね。続いてケータに切り替えます。このキュッピーに話しかけてケータに切り替えで、妖怪ウォッチ U1、U2 で音声違うのか、その辺もまずチェックしましょう。どないしようかな。一旦ごめんにしとこうか。妖怪ウォッチ U1 にぶっ込む。せやん、同じだよね。メダルの向き逆だ。そうじゃないよ。なんかラジオパーソナリティみたいなさ。ちょっとこう、なんていうの、アメリカチックな感じだね。そうじゃないよ。そうじゃないよ。そしてですね、妖怪ウォッチドリームも言っときましょうか。メリケン妖怪の方がいいな。ここで、妖怪ウォッチドリームに切り替えと。そして逆向きにして、そうじゃないよ、行きましゅん。逆だよーみたいな。またね、妖怪ウォッチによって全然ちゃいますやんね。逆だよウォッチイエーイイエーイ。最後ホットケーキ召喚してお別れでございます。そう、ルーレットなんだよね、妖怪ウォッチドリームって。ずっと画面このまま。ということでですね、今回は妖怪ウォッチのゲームでジェリーの再現でございました。最後までご視聴ありがとうございました。バイバーイ。